林智之林智之明治40年11月8日は日本の武士、政治家、元老院議官、貴族院議員、数密顧問官を歴任。通称は周二郎、藩七。英天は君一等旭日投下大受賞伯爵、林博太郎の祖父、萩藩氏、林修造と冬子の長男として長戸国阿武軍土原に生まれる。 宝蔵院流創術の名手で、槍の藩七と呼ばれた。文久三年期兵隊の参謀となり、翌年の下関戦争で活躍。慶応四年の戊辰戦争でも活躍。新政府の会計関係判事として、森岡藩に派遣され、旧藩体制を解体し、新体制への移行を進めるなど行政手腕にも、優れたものを見せた。明治二年会計関係判事 森岡県第三次、旧古県県知事、同三年民部大、進む県大倉大、進む、同七年内無大、進む県土木頭、同八年内無所有となる。同九年明治天皇の北陸巡行に同行。同十三年元老院議官、同二十三年貴族院議員、同年十月二十日、近景館施行となる。明治三十三年数密顧問官に就任。 また、フミグ宮タイグの養育主任も務める。同40年、84歳で死去した。佐々木隆之とは、同じ保守派で仲が良かったと言われている。ありがとうございます。